写真拡大。8月中旬に小指の靭帯断裂から復帰した中日の高橋周平内野手。今季はヒットを重ねて打率3割をキープしていたが、7月16日の阪神戦、名古屋ドームで一塁に帰塁した際に負傷し、戦線を離脱した。その後は手術を選択せずに保存療法でリハビリを進め、8月16日のヤクルト戦で復帰した。復帰後は本調子とは言えないながらも、ここまで打率3割をキープ。このままいけばキャリアハイの打率となることは間違いないだろう。元巨人スコアラーで高橋を東海大甲府高校時代から見ているという分析のプロ三井康弘氏は昨季までの違いを解説。ファンが望む本塁打像についても、来年は20から30本はいけると太鼓判。その理由も説明した。昨年と今年とではタイミングの取り方が変わりましたね。これまでの構えは動きが小さくて、どちらかというと静から動、止まっている状態から動き出すというタイミングの取り方でした。今年は動から動、動きながらタイミングを取ってスイングをしています。その辺で自分の間合いでスイングができているのだと思います。止まっている状態から動き出すのは難しい。タイミングの取り方は高校時代からうまい方ではなかったように思えます。止まっている状態から動き出すというのはなかなかボールに合わせづらい。これまでは足だけで取っていましたけど、今年は上半身と下半身の両方でタイミングを取っているので、胴の中でボールを呼び込むことができています。私が巨人時代に見てきた高橋由伸巨人前監督も、手と右足でタイミングを取る胴から胴です。松井秀喜君も小さな動きですが、両肩と右足下で取っていました。それで触れていました。静から動は難しい。動きの中でボールを捉えるようになったことが一番です。今は率が残っていますが、やはり高橋選手の本塁打を見たいというファンも多いと思います。自分のタイミングでは打てているけど、インコース、アウトコースは自分の強いスイングがまだなかなかできていないというのが現状です。ミート力は上がってヒットにはできています。ただもう一つ押し込みができていません。それは慣れてくれば高橋選手ならできると思います。今年1年セリーグの投手と対戦して、球質が頭に入ってくると今度は押し込めるようになってくる。そのまま継続して押し込めるようになる来年くらいは20から30本くらい期待できると思いますよ。三井康弘。三井プロフィール。三井康弘。三井康弘、1961年1月19日、島根県出身。出雲西高から78年ドラフト外で巨人に入団。85年に引退。86年に巨人2軍サブマネージャーを務め、87年にスコアラーに転身。2009年には WBC 日本代表のスコアラーも務めた。松井秀喜氏、高橋由伸氏、井岡智博氏、阿部慎之助選手らからの信頼も厚い。現在は野球解説者をしながら、少年野球の指導、講演なども行っている。